皆さん、こんにちは。性別関係なく活躍できると言われているボートレース、しかし実際に重賞レースでは男性選手の活躍が目立ち、パワーで劣る女子レーサーが活躍するのはとても大変なことです。そんな中で、養成所時代から男性選手に負けない活躍をした女性選手がいます。そこで今回は、養成所終了記念競争で優勝した選手や、養成所を勝率1位で卒業した女性選手を4人ご紹介していきます。1、横西かなえ選手。横西かなえ選手は徳島支部所属で76期の元ボートレーサーです。76期はスター選手が多数出ている期でもあり、瓜生正義選手、原田幸也選手、魚谷智之選手などの SG ウィナーを輩出していますが、横西かなえ選手はその中で第76期元ス研修所終了記念競争で優勝。女子選手としては史上4人目の元スチャンプとなり、デビュー当初から活躍が期待される選手となりました。1999年に当時 G2 だった第12回 JAL 女子王座決定戦競争で悲願のデビュー初優勝を飾ると、2006年には G1 となった第19回 JAL 女子王座決定戦競争で2度目の優勝。この頃から大きな活躍を見せるようになり、同年の SG 第41回総理大臣杯競争では女子選手として史上2人目の SG 優勝戦に進出しました。その後も2007年に女子選手の連勝記録である16連勝を達成したり、2009年後期には女子レーサー史上初の勝率8点台 8.05 をマークするなど、記録に残る凄まじい活躍を見せ、最強の女子レーサーと呼ばれるほどの選手となりました。プライベートでは、同じく元スチャンプであった佐々木和伸選手と結婚しましたが、後に離婚。2010年12月1日に山崎智也選手と再婚しました。その後、横西かなえ選手は夫である山崎智也選手のサポートに集中するため、2012年の12月に引退を発表。現在はあまり表舞台に立つことはありませんが、たまにメディアに出演しコメントしているようです。2、北津杏奈選手。110期生の大和チャンプに輝いた北津杏奈選手。そんな北津杏奈選手がボートレーサーを目指したきっかけは、ズバリ直感だったといいます。もともとスポーツ経験が豊富で、新体操や機械体操、バレーボールを幼少期から続けていたのだとか、たまたまボートレースを観戦する機会があり、初めて見た瞬間にボートレーサーに魅力を感じて、ボートレーサーを志しました。若手選手の中では才能は頭一つ抜けており、直感でボートレーサーを選んだというのに納得できる結果を残しています。大和学校史上初の女子チャンプになった北津杏奈選手ですが、大和学校での華々しい成績とは裏腹に、デビュー直後はなかなか良い成績が残せない日々が続きました。しかし年々少しずつ実力をつけていき、2018年には一般戦で3度の優出を決めると、2020年の後期には自身初の A2 級への昇級、2024年現在は B1 級に降級してしまいましたが、それでも勝率は5点台をキープするなど、安定感のある成績を残し続けています。未だ優勝は経験していませんが、近い将来優勝する姿が見れる可能性も高いでしょう。3、清水亜美選手。山口県柳井市出身で127期生として入所した女子ボートレーサー清水亜美選手。清水亜美選手は母子家庭で育ち、中学は陸上部、高校はバスケットボール部に所属。金銭面で母親に楽をさせてあげたいという思いから、平均年収1600万円と言われるボートレース界に魅力を感じたそうです。偶然にも母親が119期生の高岡龍也選手の両親と知り合いだった縁もあり、実際のレースを観戦して惹かれていったと話しています。そして高校卒業後すぐに127期として入所した養成所では、女子初となるリーグ戦勝率1位&養成所チャンプに輝き、2020年11月にデビューを果たしています。デビュー前から清水亜美選手が注目されていたのは、養成所で女子初の快挙を達成したから男女平等に戦える競技とはいえ、パワーで劣る女子レーサーが活躍するのはとても大変なことです。
そんな中、29名いる127期生でリーグ戦勝率は 7.12 で1位、そして養成所チャンプの偉業を果たした清水亜美選手、これまでに勝率およびチャンプのどちらかを獲得した女子レーサーはいましたが、両方を達成したのは清水亜美選手が初めて。そしてデビュー後も下馬評通りの強さを発揮しています。清水亜美選手の魅力は新人とは思えない旋回力、そして格上相手にもひるまない強気の攻め。ただ気合が入りすぎて事故率が高く、一部のファンからは転覆系女子、転覆女王などと呼ばれることも。2023年12月現在、5度の優出を果たすも初優勝は未だなし。また度重なるフライングによって2024年前期から B1 級に降格が確定してしまいました。しかし備わっている実力は関係者が太鼓判を押すほど、勝ち方のコツさえつかめばビッグタイトルに最も近いルーキーなのは間違いないでしょう。4、藤本沙耶香選手。ボートレース養成所を勝率1位で卒業した藤本沙耶香選手。藤本沙耶香選手は工業高校出身で、卒業後は高校での経験を生かして4年間ほど日本製鉄で鉄パイプを作っていたそうです。競艇とは全く関係のない仕事をしていた藤本沙耶香選手が競艇選手を目指したのは21歳の時、会社の先輩に宮島の女子戦に連れて行ってもらった際に、私もここで走りたいと思ったようです。その後すぐに資料請求をして、仕事の合間を縫って猛トレーニング、努力が実って2度目の試験で合格し、競艇選手への第一歩を踏み出しました。同期には飛田浩樹選手や遠藤圭吾選手など近年伸びてきている選手がいる中で、リーグ戦勝率は 7.60 でトップ。また優勝数も2回で飛田浩樹選手と並んでトップの成績を残しています。事故率の関係で終了記念競争には出場できませんでしたが、出場していれば3着以内には入ったでしょう。そんな藤本沙耶香選手は2021年5月27日にボートレース下関で行われた日本財団会長杯争奪準優進出バトルにてデビュー。1号艇の勝率が高いボートレース下関で6号艇6コースから4着と船券に絡むまであと一歩という活躍を見せました。デビュー戦は好調な成績だったと言えるでしょう。その後はなかなか船券に絡む活躍が見れませんでしたが、2022年5月24日のボートレース住之江、高知新聞創刊150周年第58回ダイナミック関東記で初勝利。競艇ファンも予想してなかったようで、3連単のオッズはなんと 1468.1 倍、見事大金星を挙げました。優勝や優出の経験はまだありませんが、期別の勝率を見ると成績は上り調子。 B1 に昇級した2023年からは勝率が2022年の前年比で約2倍になっています。これから優出数も増えて優勝争いに名乗りを上げるのも時間の問題でしょう。いかがでしたか。今回は養成所終了記念競争で優勝した選手や養成所を勝率1位で卒業した女性選手を4人ご紹介しました。現在活躍している男性選手を抑えて1位となった女性選手たちには、今後のさらなる活躍も期待したいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。